ヨハンフリードリヒ・ブルーメンバッハヨハンフリードリヒ・ブルーメンバッハはドイツの比較解剖学者、動物学者、人類学者である。近代的な動物学、人類学の創始者の一人で動物の発生に関して卵などの内部に生まれてくるこの構造がすでに存在しているという前世説に反対した。ドイツ中部の中林研ゴ豪太に生まれた。父親は大学の教授で 母親は、ゴータの高官のカール・フランツ・ブットイスの娘であった。ゴータの高校、アーネス・ティナム・ゴタで学んだ後、イエーナ大学で医学を学んだ。その後、ゲッティンゲン大学で研究を続け、1775年に、人種に関する論文、デフマニ・ジェンナース・バーエキット・ネイティバで、博士号を得た。1776年に、ゲッティンゲン大学の医学の准教授となり、 大学の博物学コレクションの管理者となり、1778年に教授となった。その後1835年に引退するまでおよそ60年間、月点源大学で博物学、解剖学、生理学、医学史などを講義した。科学としての動物学、人類学の創始者の重要な一人としてみなされている。比較解剖学の分野で活躍し、 著書の、比較解剖学と生理学のマニュアルについて、多くの著作を行い、生物と無生物を区分する因子のあることを主張した。1775年の論文、デジェ e ナース・ヒューマナス・バーイティット・ネイティーバ、人の自然的編集で、ブルーメンバッハは、頭蓋骨の比較研究などを基礎に、高カシや、モンゴリカ、エチオピカ、アメリカナ、マライカの5種に人種を分類した。 当時の月天元大学には人類の歴史の概要を執筆した哲学者のクリストフ・マイナースもいた。イギリスの博物学者、ジョゼフ・バンクスとも親しく、フリードリヒ・ホルネマンやヨハン・ルート・ビヒブルカハルトをロンドンのアフリカ協会に参加させ、サハライナンのアフリカに探検隊を派遣した。個性物学にも貢献し、マムーサス・プリマジニアスを記載した。 著書の図版ロマンボール中ノーブが描いたマンモスの図版にブルーメンバ派の手書きの書き込みをしたものが残されている。ありがとうございます。